秀吉が徳川家康とバチバチに争った時には、母上、俺のために徳川家に行ってください。え？徳川家を手中に収めたいのです。お願いします。こうして中は実質人質として徳川家へと送られた母と妹を人質に出すという荒技を使って、秀吉は徳川家との交渉を有利に進めた。ぐぬぬ、ここまでされたら秀吉を無視することはできない。秀吉と家康が会見している時、中の滞在する屋敷の周りには小枝が積み上げられていた。家康様に何かあればすぐに燃やします。無事に交渉がまとまったからよかったものの、中は生きた心地がしなかっただろう。